りんごでーす。今日の動画は、じゃーん、こちら、もう冬服がすべて入っているだろうと、グレールのハッピーバッグを頼んでみました。頼んだ日付が11月4日になります。果たしてどんなものが入っているんでしょうか？楽しみです。開けてみたいと思います。はい、ではですね、1点目。え、カバンだ！めっちゃ可愛い！ちょっと待って。大きさがめちゃくちゃいいんですけど、バッグが入ってました。これ肩掛け？肩掛けだ！肩掛けのバッグが入ってました。私はですね、ペットボトルが入らなきゃちょっとちっちゃいなと思うんですけれども、サブバッグを持てば全然いいかも。しかもさ、チャックまでついてる。え、めっちゃいいじゃん。1点目がショルダーバッグがついていました。そして2点目、じゃん！お！じゃーん！セーター！結構派手色なセーターが入ってます。これ着こなせるかな、私。カメラ越しで見るよりは目で見た方がまだ派手じゃないかも。でもね、ボタンがついていて、深いオレンジって感じですかね。赤とオレンジの中間色って感じ。なのでなんか白のタートルネックとかに合わせたら、可愛い感じがする。これに太めのズボンとかね、可愛い感じがします。そして続いて、じゃーん、あ、厚めよ。はい、こちらいいじゃん。トレーナーが入ってました。見て見て、長袖のもう本当に使いやすそうなトレーナー、無地ですね。無地のトレーナーがついてます。大きめでもなく小さめでもなく、本当にこういうのって使いやすいですよね。私はバイトとかに着ていきたい。いいですね。いいよいいよ。1999円ですからね。この3点って考えたらすごいよね。あと2点入ってます。続いてはこちら。お？見て、青い。なんだろう。あ、ねえねえ、ズボン。え、ちょっと待って、いいんじゃない？でもこれちょっと寒いんですけど。スケスケなんですけど、寒いけど、タイツ履けばいけるよね。下に。え？かわいい！これ、見て、全部が花柄になっていて、ブーツカットではないのかな？ストンって感じか。え、ちょっとこんな商品あったっけって感じ。これね、普通にかわいいと思う。ほんとこれこそ白のニットとかに合わせたらめっちゃかわいいと思います。あ、トレーナーでも可愛いか。トレーナー系の方が合うのかな？合うかも。ちょっと後で着てみたいと思います。でもタイツ履かないとね、これスケスケだからね。だからタイツはね、絶対必要。でも夏なら余裕で履ける。だってね、お尻んとこはね、2枚になってるんですよ。透けないように。本当にいいよね、グレールって。そして最後になります。お、薄い感じがする。じゃん！あ、いつもの半袖っぽい。ハッピーバッグには必ず入っている半袖の長袖バージョンです。え、ロンティ、え、待って、いいですよ。半袖が入ってると思ったらロンティだった。あのね、この感じがね、いつも半袖だったの。やっぱり11月4日に頼んだから、11月から多分入れ替わってますね、冬服にって思う。ちょっと詳しいことわかんないし断言できないんですけど、これがロンティーになってるのすごいいいと思う。しかも着やすい。なんか半袖だとね、もうちょっと寒いじゃないですか。ロンティー嬉しい。ロンティーいっぱい欲しい。ということで、え？ 1999 円なら当たりなんじゃないんですかね。私的には大満足だと思います。すべて着てみたいと思います。こちらです。どうぞ。
いかがだったでしょうか。ちょっとねこれ迷っちゃって、いろいろ着てみちゃった。色がこの色だから下何が合うかなって思ったけど、最終的にはねスキニーっぽいジーパンがラフな感じで、帽子とかかぶっちゃえばまあそれっぽくはなるかなっていうところまで行き着きました。このねバッグもすごく可愛い。ちょっとペットボトルと比べてもね小さいんですよ。ただね350のペットボトルなら入りそうだし、チャックついてるしね、すごくしっかりしたバッグになります。こちらですね、すべて1999円で私は M サイズを購入しました。お手手のところとかねちょっとこうふわっとしていてすごく可愛くて、これを着こなせる女になりたいなと思うばかりでした。ということで本日は11月4日に頼んだハッピーバッグを開封してみました。やはり中はすべて長袖になっていました。なので私また注文したいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。このねキャップね気に入ってるんですけど、なんかねちょっとね被り方がよくわかんない正解がちょっとわかんないんですけど、前髪とかを作ってない時はすごく被りやすくて使っています。これね色がねすごく派手だから、どのようにして着ていけばいいんだろうって感じなんですけど、着心地はめちゃくちゃいいし、多分これだけでもね1999円ぐらいいくんじゃないかなって感じ。ここのねぴったりからこうふわってなってる感じもね、腕を細く見せてくれると思いますし、すごく可愛い。私の中では大満足でした